佐賀県で開かれる第78回国民スポーツ大会の本大会に出場する敦賀市の選手の壮行式が9月28日敦賀市総合運動公園体育館で開かれました。1946年から続けられてきたスポーツの祭典国民体育大会は今年から名称が改められ国民スポーツ大会として佐賀県で開催されます。敦賀市からは陸上競技に12人、レスリング競技に4人、空手道競技に2人の合わせて18人の監督と選手が出場します。また開会式前に行われた会期前実施競技には水泳などの4つの競技に12人の監督選手が出場し、公開競技にはグランドゴルフ競技に6人の選手が出場しました。壮行式では出場する監督と選手の名前が読み上げられた後、米沢市長と中野市議会議長が挨拶に立ち、監督選手の皆さんにエールを送りました。市長らの激励を受けて選手を代表してレスリング競技に出場する敦賀気比高校の利根大河選手が謝辞を述べ健闘を誓いました。本日は私たちのためにこのような盛大な会を開いていただき誠にありがとうございます。我々選手は佐賀国スポに向けて日々の練習に取り組んできました。大会では福井県の代表としてそして敦賀市の代表として練習の成果を十分に発揮し良い成績を残せるように頑張ります。選手代表敦賀気比高等学校レスリング部利根大河。最後に敦賀市スポーツ協会の中村会長の発声で全員で頑張ろうを参照しました。今年の国民スポーツ大会佐賀2024国スポは新しい大会へ、すべての人にスポーツの力をスローガンに10月5日に開幕します。